次は私たちの番だから。私たちの番とは。やめてよ。ここにきっと、ここにきっと何がある。そりゃ何かはあるさ。キャーキャー、怖い。気のせいか。もちろん後ろには誰もいない。振り向いてもいたの。こっち。お、階段の上から見下ろすのは誰だ。階段に合わせてウィリアム君が振動してる。忘れたの。忘れたっていうよりも知らないんだけど。まあ、回想されてもわからない。このシーンのね、美咲の服装がエロい。というわけで2の職でいいのかな。普通に友なき。今回の主人公は麻生美咲ということで、そして、今回はいきなり、射撃を手に入れると。私が家から持ってきたカメラってね。麻生博士の手紙3と、この射撃の試作機を我が研究の証として麻生家の子孫に託す、残された強い思念を写し取ることに初めて成功したこの射撃は私の前人なき前人なき研究者人生の確かな第一歩であり、我が理論の確証ともなった。試してはいないが、死者の姿をフィルムに封じることも理論上は可能である。どんな理論なんだろうね。ただし侵食巫女などありえぬものに、感応しやすきものには精神に強い影響を及ぼす。乱れに使用することを禁ず。危険なアイテムだな。過去を映すカメラ。過去を映すカメラ。なくした記憶のばかりがつかめるはず。あれ、そんな効果あったっけ。まどかはどこ。まどかはお前が無視していったんだよ。地図見よう。どこだろう、ここ。あ、ここは2階のホールだな。お前ここじゃなかったろ、最後行った場所。なんでここから始まるんだ。この服の透けっぷりがエロいね。ちょっと画面暗すぎるな。これでも補正してるはずなんだけどな。ちょっと確認。セーブポイントじゃないとできなかったような気がする。いや、行く道がわからないんで、まあ手当たり次第。あ、行き止まりだ。ほんと気持ち悪いポスターだ。2階から始まってるんでね、まず2階から探索していこうかと。なんだ、どこかで音が鳴っている。これナースコールか。まあここだろう。すっげえビビりながら。カメラはちゃんと構えれる。でもこのカメラがね、上下はウィーリモコンなのに左右はヌンチャクっていう、とっても操作しにくい。どこが鳴ってるんだ。ここは子供の泣き声。子供じゃない。窓かの声。
203号室2階だな。数字合わせ、こんなのあったっけ。まあ現時点ではヒントも何もないんで。初見です。いろいろアイテムが光ってる。このアイテム取るときに霊がつかみかかってくるという、どこの誰が考えたのかわからない仕様。なんでそんな仕様にしたんだ。あ、部屋割り表だ。何、マドカの名前があるだと。アイバイより。ドアノブが壊されているので無理やり開ける必要がありますと。鏡を見ても反応はないので。盗み癖がひどく。これは、どこの部屋にも行きたくない。かなり攻撃的な生活です。私も刃物で耳を切られました。すっごい怖い。ほんといろいろアイテム落ちてる。古びた、日誌。子供たちがまたいたずらをして、2階の部室への扉を開けたり閉めたりしていましたと。扉の解除番号は定期的に変えるのですが、どこからか漏れてしまうと。暗号ごっこという遊びが流行ってて、扉の解除番号をどこかに書くとヒントを出して探す遊びね。数字が落書きされていたら消しておいてくださいと。まあこれでさっきのところ解除するんだろう。まあ現時点は一つも手に入っていない。お、装備機能避ける。これはフィルターフレーム。タイミングよくウィルモコンを振ると攻撃を避けることができる。どっちがいいんだろうか。あ、どっちも装備できる。一応ね、強化としてこれだね。チャージの時間を早くしておこう。マックスはレベル3みたいなんでね、まあ、威力上げるのは30でちょっと厳しいんだけど、これはまあアイテムで補える気がするんでね。まずはこの装着時間、あとちょっと範囲も欲しい気がするな。まあその辺はおいおいと。まずは203号室を向かおう。ここだ。割と近いな。いちいち扉開けるのが怖い。いきなりいる。ガチャッと。ゲット。あれ、開かない。203号室は後回しか。こっちの先でいいよね。うん、行けなかったから。しょうがないから逆の方向。多分さっきの番号を4つか集めなきゃいけないのかな。こっちの先も行き止まりだったから1階に降りていこう。ほら来たよ。ここだ。間に合わなかった。ほんとリモコンの感度悪い。なんだ、ここ汚れてんのかな。そもそもこれ初見で全部取れる人いないだろう。オプション、明るさ調整。あ、やっぱだいぶ明るくなってるな。それなのにこの醜さ。
まあ、あえて醜いことで恐怖を演出しているのだとすれば正しいのかもしれない。さっきの子供たちを追ってもいいのかな。何かいるのか。何もいない。相変わらずこれ人入ってそうなんだよね。あ、でも調べられない。恐る恐る。さーて、そういえば1階にきっと数字がどこかに書いてあるんだと思うんだけどね。どこに書いてるのかな。簡単にわかるのか、ちゃんと細かく調べなきゃいけないのか。このまま逃げ帰っちゃう。うおお。いきなり合わせられないって。こういったものは小刻みにゲットしてないとポイントが足りなくなっちゃうかもしれない。ここはいけるのかな。お、いける。そうそう、さっきはここの部屋で終わったんだ。開くのか。開かない。じゃあこっちか。これは開くようになってるかな。ここは相変わらず開かないと。扉一つ開けるだけでビクビク。あ、なんか処理してる。敵出んのかな。特に敵が出ないままこっちの階段のところまで来ることができた。調べる。まだ番号が見つからないな。ちょっと地図を確認。食堂の中に行ってみようかな。ここも隠し扉みたいで。さあ開けるぜ。あれ？いい、大丈夫か。暗い。なんか調べれたね。メニューかな。そんなに意味はないみたい。ピアノ弾けるのかなこれ。誰かムービーで弾いてたけど誰だったのあれ。何もイベントが起きない。ここの仮面は、お、ついたままになってる。ちゃんと話は進んでる感じ。
何もないのかな。となるとあっちの扉に行こう。というよりもこっちに行くよりもさっきの階段を登った方が良さそうな気がするな。まあ行って帰ってきてから考えようかな。振り向け。特に何もないことを確認してから先のシャッターチャンスがどっかにあるかもしれないし。これね、左右の視点変更もウィリモコンでやらせてほしかったところがあるね。え、封印されてる？強い力で封印されてる？なんだそりゃ。玄関ホール2階より。病室への扉の前の患者が出現。玄関ホールへ。これ見逃したんだよね。ゲットできなかったんだよ。階段廊下走る。そしてその後これを調べる。うん、調べる。時計の足元。足元何もない。あ、 C ボタンで平行移動ができたのか。そして見事に何も出ない。バグ？バグ？確かナースのとこの暗号、確かこれ8395。もう明確な答えまで。大階段下物置で子供の解体を入手する。階段物置で子供の解体。それはゲットしていない。それだ。この間1時間迷った。そうか、右のこの青のフィラメントはアイテムがあるっていう証だったっけ。なんかそんな感じの説明あったような気がする。これだこれだ。あ、そして人形もある。柱時計の絵、これどこかで見たような。そうだそうだ、そういえばそんなのあった。すごい、1時間迷った。まさか。どこかでっていうかさっきまで見てた。わら。そうだ、今さら思い出した。どこかで見たことがあるな、あの大時計。もしかしてこれじゃないのかな。もしかしてこれ、足元に傷があるとか言われちゃったね。なんか不思議な感じだけど撮ってみよう。
うわぁ、文字が浮き出てきた。はぁ、8395ね。はい、わかりました。みんな話が進んだよ。もう今日やめちゃうかと思ってたぐらいだよ。まあこれで、ドアが開いて、先に進めるようになると。その代わり敵が出るんだろうね。やっとバトル始まるよ。